大谷一号墳低西塚古墳、低東塚古墳王谷、低古墳群王谷、低古墳群の一大谷、低古墳群は、岡山県真庭市場中津井にある古墳群。六基が国の史跡に指定され、大谷一号墳湿土の近藤層関東大東が、岡山県指定重要文化財に指定されている。岡山県北部、木美高原に囲まれた盆地を流れる中津川の、 有域に映像された古墳群である。豊墳六基を主として構成される。いずれもこれまでに発掘調査が実施されている。六基はいずれも石垣状の外護列石を伴う断構造の豊墳であることを共通点とし、特に低日が静か、低日静か、低北、大谷一号の四基は相当規模の古墳になる。低日が静か。 低西塚古墳は隣接した方墳で、おのの一辺15から25メートル程度で主体部の埋葬施設を右肩袖式横穴式石室とする。また低北古墳は一辺25メートル程度の方墳で埋葬施設を両袖式横穴式石室とし、大谷一号墳は全面方形段まで含めると五段築成の外観を低する方墳で埋葬施設を キリシの両袖式横穴式石室とする。いずれも石室内には、陶管、木管が据えられ、関東大東、金製品、朝鮮半島の三様の斧上状鉄製品など、広域への影響力を反映する豊かな副葬品が検出されている。その他の、低4号墳低5号墳は小規模な豊墳になる。この大谷、低古墳群は、 古墳時代終末期の7世紀前半7世紀、中央7世紀後半7世紀末マイナス8、世紀初頭頃の映像と推定される。7世紀代の古墳が特定の地域に集中する様は、西日本では極めて珍しい事例である上、特に低東が静か、低西静か、低北、大谷一号の4期は、古墳時代終末期の木々地方を代表する、主張母になる。 古墳時代後期までの大型主張簿は、木備地方南部において営まれるが、その木備南部勢力に対する木備北部勢力の拠点の一つとして、交通の要衝、鉄資源の豊富な北方地域が、機内山東権と結びつきを強めたことを示しており、木備地方全体が関わる変動を示唆する古墳軍になる。 いずれも被葬者は明らかでないが、特に大谷一号墳については、キビ画材の石川王とする説が挙げられている。また付近では、映画ハイジアトや、ことの遺跡が所在し、本古墳群との関連性が指摘される。大谷一号、低東塚、低西塚、低北、低四号、低五号の六基の古墳域は2008年に、国の史跡に指定されている。 帝東塚古墳は、真庭市場中津井帝にある古墳。形状は宝墳。1994から1997年に発掘調査が実施されている。中津井川東岸に張り出した丘陵の南極部、帝西塚古墳の東側に隣接して築造された古墳である。かつては、帝西塚古墳と合わせて、前方公園墳の帝古墳と想定されていたが、 現在は、豊墳2機であることが判明している。墳形は、方形で、南北25メートル、東西18メートル、高さ6メートルを測る。墳旧周囲には2段の外護列石が巡らされる。主体部の埋葬施設は、右肩袖式横穴式石室で、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は2から3段積み。現室内には、破生室。 当館四期まま、釘付け木管が据えられる。発掘調査では、石室内から、送信具、武器、バグ、農工具、おの状鉄製品、酸、素液、弾きなどが検出されている。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。一連の古墳群のうちでは、最古の築造に位置づけられる。 帝西塚古墳は、真庭市場中津井帝にある古墳。形状は宝墳。1994から1997年に発掘調査が実施されている。中津井川東岸に張り出した丘陵の南極部、帝東塚古墳の西側に隣接して築造された古墳である。墳形は、方形で南北16メートル、東西14メートル、高さ4.5メートルを測る。 紛糾周囲には2段の外護列石が巡らされる。主体部の埋葬施設は、右肩袖式横穴式石室で、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。原室内には、破石室、陶管6基、釘付木管が据えられる。発掘調査では、石室内から武器、バグ、末器、弾器などが検出されている。築造時期は、 古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定され、帝東塚古墳に後続すると見られる。帝北古墳は、真庭市場中津井邸にある古墳。形状は豊墳。1990から1993年に発掘調査が実施されている。中津井川東岸に張り出した丘陵の南斜面に築造された古墳である。帝東塚。 西塚古墳の北約70メートルに位置する。墳形は、方形で、南北25.3メートル、東西21メートルを測る。墳球周囲には3段の外貌列石が巡らされ、中段は高さ1.8メートルを測り、石室、開口部に取り付く。主体部の埋葬施設は、両袖式横穴式石室で、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。 石室は2段積み。原室には平石が敷かれ、沿道には円力が敷かれる。前庭部には通路上の仕切りが設けられ、大谷1号墳との関連が指摘される。原室内には、派瀬室、東管4基、釘付木管、追走の倉国旗が据えられる。発掘調査では、送信具、武器、銅腕、斧上状鉄製品、水器が検出されている。また、 開口部両脇、中段外語列席南東隅において、数期の亀が出土している。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀中央頃と推定される。大谷一号墳は、真庭市場中津洋屋にある古墳。形状は豊墳。1988年1992から1994年に、発掘調査が実施されている。 中津井川西岸に張り出した丘陵の南斜面において、斜面を小技型に削り込んだ場所に築造された古墳である。墳形は方形で東西13.1メートル、南北9.8メートル、高さ3.8メートルを測る。墳球周囲には3段の外語列石が巡らされるほか、墳球前面には2段の石列があり、正面間は5段築成を呈する。 墳丘場面は平石で覆われる。主体部の埋葬施設は、両袖式横穴式石室で、南南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材には、霧石が使用される。原室は、奥壁、東側壁、天井では、各一国、西側壁では二段積みの、計五国。玄門、開口部には、仕切りが設けられるほか、前庭部には、 通路上の仕切りが設けられ、低北古墳との関連が指摘される。また、原室の床面には平石が敷かれる。原室内には、東に、末室、東館一基が、西に、両頭の釘付木管が据えられる。石室内は、洞窟にあっているが、発掘調査では、家型東館側から、総流管東大東三、三条近藤製品が、 木管側から鉄属が検出されているほか、石室前帝、噴球周辺から、末期、弾きが検出されている。築造時期は古墳時代終末期の7世紀後半頃と推定され、7世紀末頃までの祭祀の継続が認められる。被創者は明らかでないが、人心の乱で功績を挙げた後、天武天皇8年に、木部太宰の時に、 認知で死去したという石川王とする説が挙げられている。現在では、噴球は、史跡整備の上で公開されている。帝四号噴は、帝北古噴の北方にある古噴。2006年に発掘調査が実施されている。南北約6.6メートル、東西約8.2メートルで、全面に気弾を伴う三段畜生の豊噴である。石室内からは、遺物は検出されていないが、 調査南端から板上鉄製品が出土している。築造時期は古墳時代終末期の7世紀末用マイナス8世紀初頭頃と推定され、一連の古墳群のうちでは、最も新しく最も小さい規模の古墳になる。定後古墳は、定後墳群の採用部に所在する古墳。2006年に発掘調査が実施されている。南北約8メートル。 東西約10.4メートルの二段築成の豊墳である。石室内からは、水期が出土している。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀後半頃と推定される。低東塚古墳に関するカテゴリー、低西塚古墳に関するカテゴリー、低北古墳に関するカテゴリー、大谷一号墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。